大分和牛 PR 大使委嘱状中村獅童殿、あなたを大分和牛 PR 大使大分和牛推し隊長に委嘱します。令和4年7月8日大分県知事広瀬勝定。どうぞよろしくお願いいたします。どうも、おはようございます。はじめまして、中村獅童です。ご注意ください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。おからそうな感じだったけど、あんま優しそうな顔してます。これよりトークセッションに入らせていただきます。それでは、広瀬知事、中村獅童さん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。いやもうようこそお越しいただきました。ありがとうございました。こちらこそありがとうございます。中村さんね、舞台に出られるとき、つまり、体力を疲れる前にはですね、よくお肉を食べられるということなんですけども、はい、やっぱそういうものですか。そうですね、牛肉は喉にいいっていうふうに言われておりますので、うん、歌舞伎はやっぱりマイクを使わないでセリフを大きな声でやりますので、そういった時にはちょっと多めにお肉いただきます。ああそう、はい、あ喉にいいんですよあれ、はい、体力がつくわけじゃなくて、うん、そうですね、まあ、それはどうも、もう私も大分和牛推し3年目を、そうですね、やらせてるんで、うん、初めて大分に来させていただいて、はい、はい、嬉しく昨日もずっと朝着いてそのまま焼肉屋さんに行って、大分和牛いただいて、夜も大分和牛いただいて、ああそうですか、大分和牛尽くしでございます。僕はくっついてあんないですよかったな。でも本当になんか食べ物も美味しくて、とってもいい時間を過ごさせていただいて、中村さんには随分がね、大分和牛ご愛顧いただいていますけどですね、大分和牛のどんなところが美味しいと思われます？やっぱりこうしっかりサシが入ってるんですけど、うんうん、しつこくない、うんうん、さっぱりした味っていうの、あれはもう本当に脂身が苦手な方も、そうですね、喜んでいただけるんじゃないかなって思います。そうそう、うん、だからこの脂身なんでしょうけども、こうパッとこう口に入れた時にじわっとこの旨味が出てくるじゃないですか。そうですね、なんかこれがちょっと甘みがね、ね、そうそう、とても美味しい、これ美味しいですね、私もそういう意味で大好きですけどね、ということになりますとですね、そういう大分和牛の美味しさをこうフルに発揮する料理の仕方としてはどういう料理がの仕方がいいと思います？まあもちろん焼いても美味しいです。昨日大分和牛のお寿司をいただいたんです。おお、そうですか。これがまあ僕はあんまり牛肉のお寿司って今まであんまり好きじゃなかったんですけど、だからどうかなと思ったんですけど、もう6貫食べました。あ、そうですか。そうですか、はい、そう、そのおっしゃるように脂身のしつこさがなくて、ね、ずっと入っていきますよね。なので、もうもっともっと大分和牛の魅力を伝えられるように、今後とも一生懸命やりますので、よろしくお願いいたします。ぜひよろしくお願いしますね。そうですか。いろいろ昨日はお店は待っていただいたんですけどもですね、はい、大分は観光立県というのですね、大分和牛も大変売りの一つなんですけども、あとどういうところが大分県お好きですか？さっきちょっと言い方間違っちゃったんですけど、この和牛推しを
やらせていただいてからは初めて来させていただいたんですけど、そうですか、以前にもあの観光とかではたびたび別府の方のとか来させていただいて、あの蒸し風呂ですか、そうですね、あれがやっぱり僕はすごい思い出深くて、あの初めての体験で、ぜひまた蒸し風呂行きたいなと思うんですけどね。ちょっとあの薬草みたいなのをこう敷いて、あれがとっても、あの気持ちよかったんで、あれはそうですね、はい、別府に詳しい方はあの蒸し風呂がいい、あれはやっぱり別府ならではですよね。そうですね、ああそうですか、はい、じゃあもう随分別府温泉も詳しいですね。あの歌舞伎の公演ですと、あの博多にはよく来させていただいておりますので、休園日の時なんかあの別府温泉の時なんかよく、ああそうですか、はい、行っておりました。これからも一つしょっちゅう来てください、はい、こちらこそどうもありがとうございます。すいません、代表して質問させていただきます、はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。あの改めまして、大分和牛 PR 大使3年目ということで、意気込みをお聞かせください、はい、いや昨日もね、本当に一日中大分和牛をいただいてたんですけど、なんかこれなんか仕事として美味しい美味しいと、まあ、言ってるだろうって思われるかもしれないですけど、本当に美味しいので、もっともっと多くの方にあの大分和牛の美味しさを、伝えられるように、もうより一層頑張っていきたいなと思います。あの先ほど知事との話の中でも、以前別府や、まあ、あの温泉に行かれたこともあるとおっしゃっていました。大分県にまつわる思い出、エピソード、印象に残っているものあればお聞かせください。やっぱり妻と行ったんですけどね、もともとサウナなんかもすごい好きなんで、蒸し風呂ですか、あれはもうすごく別府ならではだと思うので、非常に思い出深いです。でまた行ってみたいですね。ちなみに来県はいつぶりですか。多分ね、4年ぐらいだと思います、はい、4年ぶりに大分にいらっしゃってどう感じられましたか。食べ物がとにかく美味しい、お肉はもちろん美味しい、でお魚も美味しい、ここにいたら確実に10キロは太るかなと思います。あの大使3年目で叶った来県ということですけれども、はい、あの本場で大分和牛を食べられてどう感じられましたか。いやだからもう本当に美味しいですし、水がいいんですかね、野菜も美味しいですし、なんか大分ってもしかしたら水がいいのかなっていうふうに思いましたけど、何食べても美味しかったです。だけど大分和牛推しだから和牛のこと言わないといけないですよね。昨日ね、焼肉の銀山亭さんに来て撮影だったんですけど、大分和牛の握り寿司が出てきて、今まで、お肉の握り寿司ってすごいなんか苦手だったんですけど、昨日おかわりしちゃって、もうはい6巻7巻ぐらい食べました。なのでそのちょっと炙っただけで、まあ半生ぐらいの感じだったんですけど、それで、本当に美味しい、美味しかった。じゃないとそんなたくさん食べられないから。再び大分にいらっしゃる機会があったら、どなたと一緒に大分和牛を楽しみたいでしょうか。そうですね、やっぱり息子もね、妻も、まあ、家族みんな大分和牛大好きなので、家でもいただいておりますし、ぜひ家族で今度は来たいなと思っております。8月は博多座の方に来させていただいて、やらせていただきますので、その時ちょっと時間が空いたら来たいなと思います。就任時は大分県とは縁もゆかりもなかったというお話でした、うん、今は志野さんにとって大分県どうでしょうか。いやもう第二のふるさとですよ。もうね、もう大分に住みたいと思ってますよ。
なんで笑ってるんですか。ありがとうございます。あのごめんなさい、重なるところもあると思います。改めて大分和牛の魅力をどこにあると感じてらっしゃいますか。あのしっかりサシが入って脂もいい感じに入ってるんですけど、あの女性の方って脂身苦手じゃないですか、胸焼けしちゃったりとか。だけどちっともこうしつこくなくて、噛めば噛むほどお肉の甘みがジューシーにこう口の中に広がっていくという、これはもう何といっても大分和牛の魅力だと思います。で臭みが全くないので、少し炙っただけでそのお寿司にしたりとか、そういったあのお料理にも非常に合いますし、あのもう大分和牛一押しでございます。では最後です、あのご自宅でいただくこともあるというお話ですが、あのおすすめの食べ方や調理法などあれば教えてください。いやもう本当にあのちょっと炙るだけで、あのお醤油につけすぎずほんの少しつけていただく、もうこれはもうお肉自体が非常に美味しいので、あのお塩とかお醤油とか、まあ、お好みもあるでしょうけど、もうお肉自体の味がよく分かるような食べ方っていうのが一番いいのではないかなって思いますけど。ありがとうございました。質問以上になります。ありがとうございました、はい。